今ゲームが始まりました。ファーストポジションは島根です。左から右、白のユニフォームが島根、右から左、赤のユニフォームが名古屋ダイヤモンドドルフィンズです。出てきたのがニック・ケイ、高い位置、出しどころを探りながらショットクロック10秒。これが金丸浩介です。金丸のジャンパー、狙っていくといったような状況ですよね、はい。まあ、それが今シーズンのシュートの本数にも、そうなんですよね、はい、今オフェンスのリズムが噛み合ってないので、はい、ここのこういうやり方ですよね、はい。安藤が入っていきました。金丸には中東がつく。金丸打つか、金丸のフェイドウェイ、これが決まります。今日金丸シュートタッチ、スラ、うん、ここは奪いました。阿部です。いいディフェンスしてますよね、はい。トラビス中仕掛けていく。トラビスビュフォードに預けました。ここがうまい。シュートがなかなか決まってきません。名古屋です。トラビス、トラビス、ね、今日は早い段階で出てきました。安藤誠也、ピックを使う。トラビスのスリー、これがきます。止まらないですね、はい、勢いが止まらない。残したか、いや島根だ。さあ一気に走る。ビューフォード、ビューフォード、早いですね、切り替えが。コーナーのスリー、ノーマークですよね。ポンプセイン、ミスマッチですよ。ニック・ケイン押し込んでいく。安藤が入ってきました。あー、うまいですね。中東がついています。ビフォード、ビフォード、ビフォード、中ニカが入ってきました。うまいですね。リバウンド、さあ走り出しているトラビスです。スピードがある。さらほぼブロックに行く。そうですね、ブロック高いですね、やっぱね、はい、走ってますよ。そして一気にスピードを上げていくのが島根です。トラビスインサイド、ダンク、オフィシャルタイムアウトです。トラビス、トラビススピード上げていく、中入ってくる、決め切りました。これが決まり始めると名古屋のペースになってきそうですか。そうですね、そしてここのディフェンスを頑張れると、はい、うん、ただこれ決めくるんです。さすがですね。ビフォード、ビフォードのスリー、きた。白浜、中に入れたトラビス、トラビスのジャンパー、うん、これも決め切りました。安藤、ニック・ケイ、コンプフェイク、安藤スイッチした。あ、うまいですね、ニック・ケイです。このピックアンドロールね。安藤、安藤前が空いた。あ、決め切りました。いいですね。さあここも激しくいく。ビフォード、ショットクロックが7秒6秒、1人で行きました。エドワン、まだニック・ケイのスリー、あー、あー、冷静でしたね、今のもね。5秒、あ、これはミスになります。あ、ね、さあそしてスプリント走っていました北川、あ、一気に来ましたよね、はい、ここはね。ニック・ケイ打ち切りました。高いですね。やられたらやり返すパターンになってますね、はい、いわゆる打ち合い、点の取り合い、はい。さあここは入ってきたのが安藤です。ここでまたスリーポイントやられてしまうというケースもあるので、試合はそれがあります、はい。ビフォード、シアハマのスリーがどうだ、来ましたね、やっぱそうですよね、やり返します。さあお返しと行きたいところですが、トラビスを見た、エサトンがつく、囲まれる、決め切る。強い。ニック・ケイが高い位置、高さがあるぞ、ミスマッチです、高さがあるぞ、決め切りました。冷静ですね、やっぱね。ここでオフィシャルタイムアウトです。ニック・ケイ、このポジション大事にしたい。入ってくる。やっぱり3テーブル来ましたね。エンドワンです。さあ残り時間はもうほぼ残されていません。8秒後、なんとかここはトラビスが押し込みます。試合終了、名古屋が西地区2位の島根を下しました。